ブルドックの54番です。ブルドックの54番さん、はい、これは何というバイクでしょうか？ CB750 フォアの K2 です。 K2 ハミルズと一緒ですね。同じです。なぜこのバイクにお乗りなんでしょうか？いや、昔から乗りたかったからですね。昔から乗りたかったから。この前に何か乗られてたんですか？まあいろいろ乗ってましたけど、はい、でもこれ買ってもう20年なんですよ。そんなに乗られてるんですか？うわー、すごい。このバイクの良い点、悪い点があればお願いします。良い点、エンジンがあんまり壊れないですね。丈夫なんですね。丈夫ですね。悪い点は何かあったりします？悪い点ないですね。悪い点なし。なし。このバイクの特徴、改造点やお気に入りの点を教えてください。お気に入りの点、まあ、どうなんですかね。カフェレーサースタイルですか？カフェレーサースタイル、ああそうですね。珍しい。このカウルは当時物とかどこのカウル？ボタンセットよくわからんですけど、もともとこの状態で買われたわけじゃないですよね？そうですね、ヤフオクで。タンクはどうなってるんですか？タンクはアルミタンクが中に入ってるんですよ。これもセットやったんですか？これワンセット、あ、セットで。では、ブルドック54番さんにとって CB とは？暇つぶし道具ですか？暇つぶし道具。すごい贅沢な暇つぶし道具ですね。これ以上の暇つぶし道具がないんじゃないですか？そうですかね、まあ、バイクは暇つぶしですよね。じゃあ最後にエンジンをかけてアイドリングと軽く吹かした音をお願いしたいんですけども。はい。本当にはるばるありがとうございます。この人なのかな、最初も撮って、はい、奈良なんだと思って。モトクロス持ってるじゃないですか。はい、僕もダブルアイロン持ってますよ。そうなんですか。で、林道とかよく行くんですけど。本当ですか。あっちの結構いい林道、まあ、この辺の方が多分いいとこありますよね。はい、はい、フロードのオフ会もお願いしますよ。ああ、ぜひぜひ、ね、なんか剣山とかね。あれは遠すぎるよね。あれちょっと遠すぎる。この辺なんかないですか？この辺なんかね、この辺あんまり知らないですよね。あ、そうなんですか。はい、まあ、ぜひね、今後いろんなジャンルでも、そうですね、ぜひぜひ、はい、お願いします。本当にありがとうございます。今日はありがとうございました。遠いところありがとうございました。あー、かっこいい。これはカラーはともうそのまんま、まんま。あー、逆に塗らない方がいいかなって、そのやれた感じで。なんとも言えないこのカラーですね。あー、いいですね。そうなんですよ。そうなんですよ。あっさん、ほんと言わんすよ。じゃあちょっとさっき一周飛んでる、寿司。一緒撮らせてもらっていいですか？はい、どうじゃあお願いします。お願いします。お願いします。
じゃあまずお名前をニックネームでお願いします。ニックネームドレスのじゃあアマで。ドレスのアマさん、はい、はい、これは何というバイクでしょうか。これは KZ900 です。 KZ900、 はい、はい、なぜこのバイクにお乗りなんでしょうか。もともと Z に憧れてて、はい、でまたまたま縁があって Z1 探してて流れで KZ900 です。このバイクの良い点悪い点あれば教えてください。いい点は、まあ、乗ってて楽しいし、まあ、人もつないでくれるし、悪い点はあんまないですかね。ほぼいい点だけです。はい、はい、じゃあこのバイクの特徴改造点やお気に入りの点を教えてください。お気に入り外装ですかね。外装、はい、オリジナル純正オリペンです。純正のオリペンですね。はい、このラインももう当時のまま。当時のままです。これは輸出モデルですね。輸出モデル、はい、国内にはなかったからかもですね。750の方があって、それは国内もあるのかな、ちょっと詳しくないですけど。アマさんにとって Z とは宝物です。宝物、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では最後にエンジンをかけて、はい、アイドリングと軽く吹かした音をお願いしたいんですけども。はい、いいですか。ありがとうございました。ありがとうございます。